それはしょうがないと思ってます。明日、そんなどうでもよくなるような、スカッとしないでできるように頑張るので、ぜひ見てください。よし。続いて、ウリタ選手、お願いします。炎上系審査員のリラです、俺と高弘はかなりね前昔というかアウトサイダーの、働き戦の時から、同じ日であって同じ日に同じ時間に、会場にいた2人です、その時からもね、いろんな時を経ての対抗だからブレイキングダウンが求めているようなこの野郎とか、そういうアウトサイダー俺は今回納得やる気はない。ただね、今高弘も言ってたように俺なんか昔からしょっちゅう炎上もするしいろんなアンチが湧くから何も気にしてないで今回俺が高弘に手を取るから。高弘はずっとアウトサイダー花形でずっとやってきたわけで、彼が引退をするとかしないとかいちいちつまらない外野がガタガタ言ってるけど、お前たちは言ってくる奴らはどうせ自分じゃ戦いもしねえ挑戦もしねえような奴らなんだよ。お前らが大したことねえような奴らが遠くから打ち上げてんだよ。ふざけてんじゃねえぞ俺らは。高弘はなずっと花形でやってきたんだよ。そのプレッシャーわかってんのか。俺もそうだよ。高弘は俺たちの試合は通り休憩でいいとか言われてんだよ。これだけのよメンツが揃う中でお前たちの試合なんか休憩時間にちょうどいいって言われてるんだ。悔しくねえのか。俺は悔しいよ。おっす。もらったよ。ノブレーター、嬉しいです。今回集まってる記者だっていうのは別に俺たちの試合に聞きたいことなんか何にもねえだろ。ないんだって。じゃあ代わりによ、一個俺がどうしても聞きたかったことは、プロスタブレーターから聞いてやるよ。高井戸、正直に答えてくれ。おっす。なんでライジンの会場で暴れたんだ。暴れてはないんですけど、一応言いたいは言いたいんですけど、その話について、ライジンサイドから口止めされてるんで、今この場では答えてはいけないので、関係ねえよ。他の狂犬だろ。関係ねえだろ。おっす。まあそれは今答えるに答えの事情もあるよ。それはそれでいいとして、俺はでも本当に今日までいろいろと叩かれながらもここに出てくるまで本当にしんどいメンタルでやってきたと思う。俺はその高いのが大好きで、これだけは最後に黒星に言わせてくれ。お前は最高なんだ。本当にお前は最高だってこと忘れないで。明日は思いっきりやろう。おっす。ありがとうございます。おっす。明日俺たち花と花がぶつかるからちゃんと見逃さずに応援してください。お願いします。ありがとうございました。続いては第14試合です。キック